今回はマルチミサイルが好きな方必見です。このスーパージャンプ短縮をつけることによってビーコンへのジャンプがねめちゃくちゃ速くなるということで、リスポーンにねすぐ帰れるのよ。でリスポーンに帰ってマルチミサイルを撃つと、まあ遠くから撃つ方がさ、ミサイルっていろんな人にくっつくじゃないですか。強敵が増えるのですが、まあ、毎回帰ってると、帰りすぎだってなんかちょっと味方に怒られる可能性もあるから、このビーコンに、さらにね、スーパージャンプですぐ戻れるという、スーパージャンプ短縮つけてるけど、実はマルチミサイルのためだよ、みたいな、ギア。この間一回やったことあるんだけど、試行錯誤して、まあ、結論ね、これあれです、最強です。楽しい。ただただ、お家に帰るのが楽しい。はい、間違いしました。ホキフトの暴れバトルです。よろしくお願いします。ちょっと前も多分ね、富士坪スポーツクラブかな、やったと思うんだけど、リスポーンにマルチミサイルを撃ちに帰れば、マルチミサイル4人捕まえられるという。ただ帰るのにちょっと時間を要するから、それをスーパージャンプ短縮で補おうっていう作戦ですね。この辺でちょっとプレイオープン的な感じでやったんですけど、一回じゃあこれで溜まったので戻って、すぐ撃つと。で、これ4人じゃん。で、また、ビーコンのとこに帰れば、なんかそんな時間かけてないんだよね。あ、なんか入ってる。わあ！いきなりこんなとこまで来てた。そうそうそう。で、これでまた溜まったら帰るということをやっていけば、すごい相手丸みさ、受け取るんじゃないかなと思って。はい、もうじゃあまた帰りますね。はい、はい、4人。確実に。このステージだ、確実に4人捕まえられるぞ。しかも、スーパージャンプ短縮のおかげで、もし俺がやられたとしても、復帰が早くなると。いや、これ溜まるの難しい。ちょっとこれ敵陣地抜けちゃおっか。こっちの方が多分濡れるし。もしやばかったら俺帰ればいいだけなので。塗りをください。餌をください。なんか来てるね。潜伏バレないか。いや、これはやばい。ちょっと一回帰ろう。一回帰って。あーって右側に。もう一方いたのね。一匹だけちょっと損しちゃったね。ピンチついちゃってるのよなぁ。いやー下がってくか。やばい！危ねえ！危ねえ！スーパーチェクチいきなり来ると困るよなぁ。しかも武器の射程短いから。倒せるか倒せないかって言われたらギリギリのライン。味方めっちゃ前行ってるね。どうしよう。ミサイルちょっと撃ちたいけど帰るのもったいない。この位置そこいたね今ね。あ、もう移動したか。この位置帰るのもったいないな。バレてるこれ。大丈夫そう。あ、バレましたバレました。ごめんなさい。これは帰ろう。これは帰ろう。バレたから帰ろう。4人に捕まえる。オッケーオッケーオッケー。確実に4人当ててるのよ。さっき3人だったけど、この新しい戦い方を。うわあ、ビビる。もう急に飛ばないでほしい。はい、ナイス玉やった。あれだね、ナイス玉にナイスしてるものだね。簡単に言うと。この上の倒したい。もうちっちゃくして。ナイスナイスナイス。あ、ナイス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 。オッケー、濡れ。いや、この丸見せ一回打ちたいから帰る。撃って、で、また戻れば、戻ったことも、あんまりロスしないと。あ、これやりたかった！やりたかった。俺が撃ったマルチミサイルより俺の方が早く飛んできたんだけど。すごくない？すごくない？これ。ありがとうございました。ミサイルより早く飛んでるんだけど。我々の世界だったら、銃弾より早く動くみたいになってて、すごい。ありがとうございました。はい、間違えました。ホッケーフット、縄張りバトル。こっちの方が、ミサイル的にはありがたいですね。この戦い方を、俺はやってるけど、やられたら嫌だな。そんな、なんか、いやらしい、性格が出るね。いやらしい性格が出てる。
もう溜まったらすぐ帰って撃ちましょう。ここかな。ここに溜めて帰ると。で、撃つと。はい、4人。はい、丸見さー、あれだよ。ハイパープレッサー止めた、今。ハイパープレッサー来なくなった、ほら。今、俺の丸見さーでちょっと、味方を救いました。まあ、キルにはなってないんですけど、もう2発目溜めちゃってまた行きましょう。ここにビーコン置いといて。オッケー、帰ってもいいね。で、ここで撃つと。で、また帰る。いや、こっちだな。あるとしたらこっち。はい、びっくりしてる。オッケーオッケー、ナイスナイス。今1枚落としてるぞ。前出たいね、これ。ただ、ボルドだときついね。怖いなぁ。カーリングボムがないボールだから。なお。きつい、これやめてくで。逆に落ちてる味方が。これは耐えたー、ごめんなさい。耐えなかった。いや。しょうがない。ここは、ビーコンに飛んで、復帰も早いとこお見せしよう。はい。うん、でもそんな前、あっちも来れない感じだね。やっぱ、ホッケフトって前出づらいよね。なんか危険がない限り。ただ、俺は今、身落ちしたのを見たから。あ、やられてる。いや、これミサイルめっちゃ撃ちて。いや、帰ろう、これは。ミサイル撃って、また帰る。こっちだな。戻ってきました。いや、マジで、ミサイルより早い。強い。あ、でも、ミサイルのアシストが入ってる。ミサイルより、俺のスーパージャンプの方が速いのすごくない？普通に、おかしいよな。ブダ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 。あ、ちょっとね、これ。やめて、やめて、やめて、ねえ、やめて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 。俺のスポンジ。閉じるよ。オッケー。いや、このまま倒したい。待って、届かない、届かない、届かない。あ、足元が。あ、くそ。いや、もう、ぐだった、今。ぐだったよー。しかし、俺は飛ぶぞ。復帰は早い、復帰は早い。ここまで来るのが早すぎる。俺、死んだことを無にした。なかったことに。はい。はい。この荷打ちでかいべ。もうなんか、もったいないから、マルチミサイル。これは、撃っちゃう。はい、せっかくだから撃って。なんか来てるよ。はい、避けられた。避けられた。策的にもなるからね。どっちだこれ、勝ったか。あ、勝ってた、ありがとうございました。こうミサイルの跡が意外と濡れてたわ。ふう。はい、チェックしました。ずっとですね、ずっとオッケフトなんですけども、個人的にはありがたい。偏るのはあんまり飽きちゃうけど。よし、ずっと同じ衝動だけど、いいよね。お見せする形で、今日は。よし、ビーコン、ビーコン。溜まって帰ると。で、しっかり打って、あったとこにまた帰ると。はい。ここまだ濡れてないからさ、ちょっとだけ塗っちゃおうか。いや、でもなんか、飽きてきたな。もうここから打っても、あ、4人だ。飽きてくるよな。はーい、早い。帰るのも飽きてくる。まあ、でも、もういっか。ちょっとミサイルを普通に溜まったら撃ってみようかな。そうすれば、違いがわかる。1人か2人しか捕まえられない状況が起こるかもしれない。めっちゃ来るじゃん。あ、待って、2人目来ちゃった。ちょっと俺ミサイル溜まりそうだからな、死にたくないな。ナイス、送って。これ撃っちゃおう。いやー、やっぱ3人か？全然捕まんない。いや、やっぱ帰った方がいいんだよ、これ。あ、でも倒したわ。でも倒した。皮肉なもんだ。皮肉な話だ。やっぱちゃんと帰った方がいいんよ、これは。そういうことや。なんかめっちゃ歩いてる味方の。倒してるけど。
よし、じゃあ、ちょっと帰りますね、次。はい。こっちの方が4人に、やっぱり。ってのが当たるんよな。意外とやっぱいいのかもしれない、この戦い方。おーい！しっかり来てましたね。取られるかな。あー、強い！強い。あーでも、ビーコン俺めっちゃ立ててるから。ちょっと塗って飛んじゃいますか。はい。はい、お早い復帰。うん。ここ怖いね。あ、ナイス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 。頑張れ頑張れ。帰っていった。ちょっとここ取ってれば勝ちだな。あ、ミサイル。よし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 。3人、あ、まあ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 。やばい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 やば。抜けてっちゃった。待って、なんか急に出てきた。びっくりした。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。これも飛んじゃおう。正面も合わせて。こっちに塗る。あー、微妙い。後ろから撃たなきゃよかったかな。なんか、相手陣地と自分陣地が交換した形に。うわ、0.3! 0.3 でいいのか。0.03。おー。ギリギリだった。ありがとうございました。